も皆さん、ミッチーです。サックス奏者の川光圭一郎です。今回はですね、ベノーバの紹介をしていきたいなと思います。ベノーバって何の楽器かなって多分思う方も多いと思うんですけど、最近出た新しい楽器なんです。で、川光先生に出してもらおうかなと思うんですけど、ちょっと出してもらっていいですかね。はい、はい、実際にここにあります。これはベノーバのケースですね。あれですよね、リコーダーみたいなやつですよね。そうですね、これの本体がリコーダーで、この先のマウスピースと言われる部分がですね、これも取れるんですけど、ソプラノサックスと全く同じものなんですね。なるほど。はい、これってサックス、実際のサックスとどれぐらい違うんですか、大きさで。あ、ここですね。よいしょ。こちらがアルトサックスですね。大きさもだいぶ違うかなと思います。でも音はサックスなんですよね。音はもう大体サックスと変わりないかと。なるほど。じゃあ今回はいろいろと見ていこうかなと思います。前回の動画の時にもベノーバのデモ演奏みたいなことを紹介していたんですけど、今回はベノーバのもっと細かいところを紹介していければなと思います。ということでお願いします。はい、前回の動画でも紹介したところと被るところがありますが、特徴としては、まあ、とにかく軽いところですね。軽いところ、もうアルトサックスは小学校の方とかちょっとご年配の方とか持つのが難しい話を聞くんですけど、ベノーバだったらこれもうこんなですかね。いやだから、これでも全然なんだろう、重さを感じない軽さです。で、あと音ですね。同じリードがついているものなので、ちょっと吹き比べてみますね。はい、まあ、ベノーバこんな感じの音です、ね。普通だとまあ多少ハーフに違いがありますが、といったような感じで、なんだろう、似たようなニュアンスがつけれますね。ほう、なるほど。で、ちっちゃいからって言って音量が出ないのかというと、そんなことなくて、かなりの音量が出せます。こうだと変わんないんですよね、指の部分、押さえる部分って。押さえる部分は全く一緒です。これプラスチック製なので、手入れがものすごい簡単っていうのと、あと、錆びないっていう、すごい利点かなと思います。管楽器だと、海に行くと、なんか潮風で錆びやすくなるとかよく言われるんですけど、これもう海でも山でも、なんか砂漠でもどこでも吹けるんで、というカジュアルな楽器です。はい、いかがでしたでしょうか。ベノーバ、今ね、人気らしくてなかなか手に入らないんですけど、サックスやったことない人もすぐできると思うんですよね。運指がリコーダーと一緒、全く一緒です。だから子供でもできるし、変な話、持ち運びもね楽だから、などするぶっ刺してこうやって行って、ほらよってかっこいい。いきなり海で吹き出しても OKOK。 まあね、そんな感じで大人も子供もね、すぐに吹けるっていう楽器なんで、気軽に試してみてはいいかなと思います。それでは本日もありがとうございました。ミッチでした。楽器奏者川光圭一郎でした。